こんにちは、翔太です。今回なんですけど、今の放置症状でですね、改善してほしいことについて話していこうかなというふうに思います。今回はですね、戦闘編について話していこうかなというふうに思いますので、まあ、皆さんもですね、改善してほしいことがあったらですね、ちょっとコメントとかに書いていただけると嬉しいなというふうに思います。今回に関してはですね、特に闘技場とか皇室とかでですね、対人で戦っている時にちょっと気になったところについてですね、記載したので、もしよければ最後まで聞いていただけると嬉しいです。まずですね、私ちょっと4つぐらい、挙げさせていただこうかなというふうに思っているんですけど、まず1つ目が復活とか致命無視のですね、残り回数の表示です。最近の、最近でもないけども、MR 環境、でも最近か、ここ1年、2年ぐらいですね、致命ダメージの回数であったり、復活の回数っていうのが、これまでですね、1回、多くても2回とかだったところがですね、もう3回とか4回とか5回まで、伸びてきているような、状況になっているかなというふうに思います。で、そういった状況の中で、復活とか致命無視何回したかちゃんと見てる方いらっしゃいますかね。いや、私は全然見れてないです。正直全く見れてないんで、あとあれこのキャラ、あと今で言うとちょっとポセイドンですね、の戦闘動画とかかなり見る機会がここ2日ぐらい多いんですけど、あと何回ポセイドン復活するんだろうってめちゃめちゃですね、全然チェックしてなかったなっていうので、例えば白バフとかでその白バフのターン数を消費しながら致命ダメージ無視をするようなキャラクターっていうのは増えたりするんでややこしいですけど、なんとなく今の白バフのターン数と、今のターン数ですね、戦闘のターンを見れば、なんとなく分かる部分もあるかなというふうには思うんですけど、最近のキャラってもう白バフのターン使ってとかじゃなくて、もう無条件で復活とか致命ダメージ無視による復活するかなと思うので、もう全く分かんないんですね、正直。ポセイドンですね、私で今で言うとポセイドン4回復活することができるんですけど、今何回復活したんだろうっていうのはもう全く分からない、全く分からない状況でやってますね。もう終わったんだみたいな。やられた時はまだ、もう終わったんだって思いますし、まだ孵化するのみたいな時もあったりするんで、なんかどっかにいい感じに表記してくれないかなと思いますね。副賞の下とかに、なんか残り回数を。残り回数の方がいいか。ポセイドンでよりあれば4っていう表記が、アイコンの下とかにあって、復活するたびに、そのカウントが減っていく、3、2、1、0っていう風な感じで減っていく感じにしてもらえると本当にありがたいですね。全ての副賞に実装してほしいなという風には思いますけど、正直今の環境も致命ダメージと復活しどちらかをしないキャラクター基本いないんで、もうわけわかんないんですよね、正直。あと何回このキャラクターは復活するんだとか致命ダメージ無視するんだとかちょっと正直見てられないので、できればですね追加してほしいなというふうに思います。で、2つ目がですね、今のバフデバフ、生後状態と在役状態の状況のまとめが欲しいなっていうふうに思います。昔はですね、ただただその今の生後状態とかが表記されるだけで、今はですね、タップすることで、今どういう状況なのかっていうのがある程度は見えるようになった部分はあるかなという UI の変更が1回あって、その辺ですね、ある程度見えるようになったかなというふうには思うんですけど、そこだけじゃなくって、今何パーセントダメージカットしているとか、何パーセント攻撃力が上がっているとか、状態異常耐性が上がっているとか、イメージとしては奥義の効果一覧みたいなイメージですね。今奥義、昔はできなかったんですけど、今って奥義ですね、例えば100個奥義解放してますってなった時にどれぐらい奥義で上がっているのかっていうのが昔は分からなかったんですけど、今はですね、例えば体力レベルかける100上がってますよとか、
HP10 何パー上がってますよとか、攻撃力 20% 上がってますよみたいなのが全てですね、まあ扇公開一覧みたいな感じで、表示されるようになったかなというふうに思います。それをですねちょっと実装してほしいですね、戦闘にも。いや正直ですね、わかんないんですよ。わかんないわかんない言うなって方いらっしゃるかなと思いますけど、Qちゃんが今どうなってるかわかる方いらっしゃいますかね。あの Qちゃんのもう生後状態20何個持った状態でもう何が起こってる、もう今このキャラクターはどういう状況なのかっていうのがいちいち見てられないので、あとまあ生後状態もまあ筋力値の2倍分知力ダメージカットとか、なんかそういうのもめっちゃ多いと思うんで、まあそういう一覧ですね、今このキャラクターは筋力の何倍分何ダメージカットしてますよとか、敏捷値の何倍分筋力ダメージカットしてますよとか、攻撃力は何パーセント上がってますよ、ダメージカットは何パーセントの状態になってますよとか、まあ、そういったのをですね、一覧でまあ、表記してもらえばいいかなというふうに思います。まあ別に表記する項目は決まってるかなと思うので、今ちょっとパッと上げろって言われたら上げ切ることは難しいですけど、あのバフの効果って、あの言うてそんな変な効果っていうか、まあ夢中は正語じゃないけど、まあ夢中とかみたいなのはちょっと表記するの難しいかもしれないですけど、ステータス変動系の生後状態っていうのはですね、まあ、ステータス変動とかダメージカット系とかって別にもう決まった内容を、ダメージカットしてるだけかな、ステータス上昇させたりダメージカットしてるだけかなと思うので、それはちょっと出せるかなと思うので、ちょっと正直ですね、一つ一つのダメージカット率は分かるんですけど、もう全部合わさって今どういう状況なのかっていうのが全く分かんないので、今の環境だと、ちょっとその辺ですね、分かるように戦闘中にしてほしいなっていうふうに思います。ちょっともう今のこの生後の数が多すぎてですね、もう何が起こってるのか全く分かんないので、まあ奥義の公開一覧みたいなイメージでいいかなと思いますので、そういったところですね、ちょっと改善していただけると状況が分かりやすくて大変ありがたいです。大変なのかもしれないですけど、っていうふうに思います。で3つ目がですね、仲間連携の効果の確認ですね。仲間連携なんか見れなくないですか、効果。なんか自分の分すらちょっと見るの大変じゃないですか、正直。あの自分の分見に行こうと思ったら、まず戦闘中に見ることできないですし、まあ、見ようと思ったら一番見やすいのが、まあ、陣容の、 あの育成画面ですね、の仲間連携のボタンを押した時に、まあ、一番わかりやすいのかなというふうに思うんですけど、まあ、自分の分はそれで覚えてればいいといえば覚えていればいいんですけど、相手の分ですねの確認できないじゃないですか、正直。まあその図鑑のその連携されている副将を見に行けばようやくわかるっていうレベルで、まあせめて相手の陣容を見た時にその仲間連携のされてるキャラクターをタップしたらわかるようにしてほしいなと思いますし、戦闘中にもまあ、特に相手の仲間連携ですね、見れるようにしてもらいたいなというふうに思います。まあ、正直仲間連携のスキルを全部覚えてるかと言われるとそういうわけではないので、まあ、戦闘中に、まあ、相手の仲間連携、まあ、自分のもですけど、どういう効果がこの仲間連携で発動しているのかっていうのは見える状況にしておいてもらえる方が、まあ、個人的にはありがたいなと思います。というかこれはせめて表記してほしいなと思いますね。スキル表記と変わらないと思うんで、今、まあ、昔はですねスキルの表記もなかったんですけど、最近はあの副将をタップすることでその副将のスキルとかパッシブを見ることができるようになったと思うので、まあいいのかな、あのそれと同じようにやってくれればいいのかなというふうに思います。まあ、あとちょっと仲間連携と話はそれますけど、ステータスどっかで見れたら嬉しいなと思いますね。この相手は今、まあ、戦力どのぐらいなのか、まあ、陣容確認画面で見ろって言われたらそれまでなんですけど、まあ、ステータス自分含めてステータスも見れるようになっていたら嬉しいなとは思います。そうですね、まあ、ステータス関連で言うと先ほどのですね、バフデバフの状況まとめも一緒なんですけど、まあ、ステータスが何パーセント上がって実数値としてステータスどうなってるのかっていう表記は戦闘中どこかで見れると嬉しいなというふうに思いました。まあもちろんもう上昇分だけでもいいと言えばいいんですけど、例えば筋力値 50% 上がってますよっていうのが、その筋力値一体何本になっているのかっていうのがどこかで見れるといいなというふうには思いました。で最後、まあ、4つ目というか、まあ、途中で出てきたんで5つ目かもしれないんですけど、
戦闘の倍速機能をちょっと拡張してほしいなというふうに思います。まあ特に16倍にしてほしいなって思いますね。まあ16倍じゃ8倍でもいいかもしれないですけど、いや8倍じゃ足らんか。いや昔だと戦闘ってそんなに長引かなかったところがあるんですけど、最近ですね、まあアタッカーとしてのインフレというよりはどっちかっていうと耐久面のインフレが進んでる1年とかかなと思ってるんですけど、最近の環境って、そうなってくるとですね、耐久ばっかり上がってですね、なかなか戦闘終わらないんですよ。致命ダメージとか復活の回数も多いし、っていうところがあるので、まあ、個人的にはまあ、ちょっともう16倍とは言わず、いや、なんだろう、もう、動画のシークバーっていうんですかね、みたいな感じで、もう最初から最後まで一気にいけるようにしてほしいですね。自分の好きなところで止めれる状態にしてくれるのが一番ありがたいんですけど、まあ、とりあえず簡単なところで言うと16倍実装してほしいなっていうふうに思います。今、本当に肺課金の方々って本当にターン数伸びてきて、多分10分とかかかりますよね。4倍で見ていても下手すると10分ぐらいかかるような戦闘っていうのもあるかなと思いますし、まあ私レベルでも、まあ、言うて5分ぐらいかかることもあるし、あ、特にボス戦とかもですよね。ボス戦とかも基本なんだろう、耐久のインフレが進んだせいで40ターンかかるんですけど、最後どうなってるのかっていうのが一応リザルト画面では見ることができるんですけど、やっぱりちょっと途中どうなってるのか確認したいじゃないですか。で、一回確認しようと思って40ターン待ってたらもう10分20分いついか、まあ、10分以上はかかってるかなと思うので、これなかなか終わんないなっていう風な感じになっちゃうんで、まあ、できればシークバーみたいな感じでもう自分の好きなところだけ見れるようにする、止めることもできるし、まあ、再生も好きな倍速でできる状態にしてほしいなって思いますし、そうですね、今一方通行なんで進んだらもう戻れないんで、あ、またここ見るためにってなると結局、まあ、画面録画とかする必要が出てくるんですね。まあ、画面録画したらできるんですけど、そのシークバーで見るっていうのが、まあ、それをちょっとアプリ内でもできるようにしてほしいなと思います。ちょっと難しければ16倍とか実装してもらえると、ちょっとあまりにもちょっと戦闘時間が長いので、1回の戦闘見るのにそんな10分とかかかってるとちょっとやってられない部分もあるかなと思いますし、まあちょっと副将の性能を見る上でもちょっと時間がかかってしまうのかなというふうに思うので、このあたりですね、ちょっと改善してもらいたいなっていうふうに思いました。今回ですね、ちょっと戦闘の部分で改善してほしいこと、まあ、結局5つ挙げましたね。1つ目は復活と致命無視の残り回数の表示、2つ目が、まあ、今のバフデバフの状況まとめ、で3つ目が、まあ、これに付随して、まあ、今のステータスですね、の実数値の表記をどこかでしてもらう、で4つ目が仲間連携の、スキルの確認をもう少し戦闘中に見やすくしてもらえると嬉しい。で次が、まあ、戦闘時間ですね、が今長すぎるので倍速あるいはもうシークバーみたいな感じで、自分の好きなように戦闘を見ることができる状態にしてほしいっていうところ、まあ、この5つが改善されるとかなり闘技場とか分析しやすくなるかなと思うので、まあ、多くのプレイヤーが喜んでくれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、私がそう思ってるだけなら申し訳ないんですけど、まあ、賛同の声であったり、まあ、他にこういうところ直してほしいなっていうのがあったらコメントとかでいただけると嬉しいです。まあ、ちょっととりあえず私が思ったのは、まあ、この5つぐらいかなと、まあ、直近で思うのは、それぐらいなので、まあ、今回動画にさせていただきました。まあ、運営さん見てるないと思いますけど、もしよければ参考にしてもらえると嬉しいです。あ、どうなんだろう、一応クリエイタープログラムとかに参加してるから、なんだろう、存在は知られてるのかなって思いますけど、まあいいや、これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。